ちゃんと動くかどうか保証できないってどっぽどなゲームだと思うんだけどな。じゃあ次こちら、スペース、ザ・リターン・オブ・ザ・ピクセル・フレイジーっていうゲームです。このゲームも同様に、マウスじゃなくてキーボードと、マウスを使います。まあ、先ほどと比べてマウスを使う分だけちょっとだけ、操作が進歩したって感じがせんでもない。で、どんなゲームかっていうと、簡単に言うとこのベクタースキャンっぽく書かれた、アスロイドっぽい、宇宙をとにかく旅しまくるって感じのゲームですね。で、マウスがある通り、こう、弾が打てます。こういう具合でね。ヘルスバーついてない。なんでやねん。あ、ヘルスバー出てるか。確か愛がインベントリーだったな。でからタブが確か宇宙マップ。合ってる合ってる。で、このゲームは敵がやってきます。あかんて。先ほどのゲームと比べて衝突なりの危険はないです。その部分だけで救われてるって感じがすんね。だから、ワスドで操作して、W が前に前進。で、DS が、後ろに下がるですね。で、とにかく、超広大な宇宙を、むちゃくちゃ旅できるように、W を押しっぱなしすると、とにかくアホみたいにスピード飛びます。まあ、敵もそれについてくるんですけどね。このゲームの目的は特にありません。とにかくたくさんたくさん飛んでですね、これが宇宙の広大マップ、宇宙のマップなんですが、旅していくといろいろと。いろんなもん見つけるので、それぞれの反応を楽しみましょうっていう感じのゲームですね。まあ、もしかしたら、そのパズル的な、ものが見つかるかもしれないし、新しい、惑星が見つかって、そこで何か物を買って、時間、あと30秒やで。おっと。じゃあこれ次枠やね。ちょっと待ってくださいね。枠切り替えますね。少しお待ちくださいな。あ、無事次役いけてんね。はい、次役で、次役、続きです。目的は、具体的な目的なり、どういう風にすればゲームがクリアできるかっていうのは特にありません。まあ、こういう敵を倒して、敵を倒すとこの緑色の弾が勝手に手に入るので、この弾を手に入れて、どん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 、弾を手に入れて、
中マップ邪魔やな。この弾を手に入れて、どん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 、まあ、お金ですかね。この敵を倒して手に入るお金を集めて、どん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 パワーアップするもよし。新しい惑星見つけて、アイテムを買ってですね、時期を強化していくもよしって形で。どん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 、時期をパワーアップさせていくという、ローグライクというよりもハック&スラッシュですね。こういう、360度に弾が撃てるタイプのシューティングゲームで、ハック&スラッシュするっていう感じのゲームになってます。とは言っても出てくる敵がそれほど特徴的なものかっていうとそうでもなく、さあだいぶ飛んだな。あれまずい、あれ飛べない。装備に穴が開いてて宝石つけられる？そういうのはないですね。確かに、そういう、なんていうかディアブロライクのハッカースラッシュはないですね。確かに、そう言われると。さあ、どこまで旅したんやろ。結構旅したね。現在地がどっかわかんないけど、この点じゃきらめいてるところにマウスカーソルを合わせると、ここが他の惑星になってて、まあいろいろあるね。いろいろあるけど別に大したもんじゃないんだよな。でここに向けて、この点々に向けて、あれジャンプできんかったっけ。タブがちょっと邪魔やな。まあ、すごい勢いで宇宙を飛びまくって、敵を倒して、で、緑色のお金を貯めて、でから時期をどんどん強化していきましょうって感じの、ハック&スラッシュになってます。で、いろいろと宇宙を旅してると、先ほどみたいな、ちょっと待ってね、いろいろと情報が出てるんだけど、これね、このゲームね、フルスクリーンでやんなきゃね、この画面のウィンドウとか画面のサイズとかが変わんないから、この辺の文字が読めないのよね。で、一応宇宙を旅しまくってると、いろいろとこういうミッションが、ミッションが、出てきます。で、これらを、達成すると、まあ、この、お金に当たる、その先ほどの敵倒して出てくる、緑色のポイントですね。あれがたくさんもらえて、たくさんもらえて、時期を強化できる形になってます。敵が結構なんかいやらしいっていうよりもなんかめんどくさいんだよな。飛んでるとすぐに湧いてくるさ。
磁気の弾が基本的にちっちゃいから、それかとにかくマウスでさ、その照準合わせるタイプのシューティングゲームってなんでこんな弾ちっちゃいんだろうなと思うんだよ本当に。これで爽快感を生み出せってのがはっきりで無理としか言いようがなくてさ、まあいいや、まあ無理だもん無理だしな。あれ、ワープってどうやってやるんだったっけ？ワープの仕方忘れた。どうやったっけ？タブキーを押して。セッティングで、確かコントロールやろ。アビリティ、インベンション。マップ。チャージフライモード。チャージフライモードは違うな。でから、あれ？これも違うしな。コントローラー2でパッドで書いてあるからさ、パッドで操作できるんかなと思ったら全然操作できなくてさ、切れそうになるんだけど、このゲーム。確か。もういいや、とりあえず、どこまで飛んだんだったっけ？戻ろう。あ、思い出した、これだ。で、一応人が住んでる惑星っていうのはこういう、なんか、ここにうっすらと見えるんだけど、この丸が書いてあるんだけど、この丸がプラネットになってます。で、このプラネットに関してはワープができるって形になってますね。で、この、青色の点ってか、フライングレスキューって形で書いてるんか。じゃあ、フライングレスキューって書いて、多分そこに行って何かを助ければいいんだろうな、きっと。と、まあ、とにかく宇宙を飛びまくってると、まあ、そのうちいろいろと、ひどくない？ちょっと。出しですね。敵が熱い。やってることはレベルガラクシーとあんまり変わんないのにね。あ、こっか、これフレンジーか。いやいや、それはレベルギャラクシーに対しての大きな侮辱ですよ。とりあえずこの緑の点がフライングレスキュー、サーケース形で書いてんだけどな。言って何かあると思ったんだけど、全然何もなかったな。あ、惑星あったわ。ここホームプラネットか。ホームプラネットでワープ。と、まあ、この間形、先ほど比べてですね、変なぶつかり方してもダメージ食らうっていう感じの電流イライラ棒ではないんですが、特にその明確な目的があるっていうタイプのゲームではなく、とにかく、宇宙を飛びまくってると、ミッションが発生するから、それを達成すると、お金がたくさんもらえて、で、ユニットが強化できるよっていう風な作りになってます。ホームワールドでは、一応こない形でポイントを支払って、ユニットを強化する、または、この武器のダメージを強化する。なり、武器のそのモードを変更する。という風な
強化がありまして、でそれとはまた別に他の違う惑星、ホームプラネットと違う惑星に行くと、今あそこステーションがピカピカ光ってると思うんですけど、このステーションに行って、愛を押すと、あれ、愛じゃなかったっけ？なんだ？インベントリー違うな。これも違うしな。あれ？愛、アップグレードイワシップ。あ、ここはアップグレードステーションか。で、ここだったら、ここアップグレードステーションだけか。なんか物が売ってるとこじゃねえんだ。なんか物が売ってると思ったんだけんな。物が売ってそうな惑星なんか見つけてんのかな。あかんな、惑星何も見つけてないな。あんなに宇宙旅したっていうのに惑星何も見つけてねえし。まあ、他に武器も売ってる惑星もあるっていう形ですね。マウスの左ボタンや、キーボード1234に対応した武器が使えるっていう風なものが、アイテムが売ってるという風な惑星もあったりします。で、主にこの青色の点でいろいろとめんどくさい事件が。オープンワールドのサブクエだけをやる感じですか？あー、なるほど。確かにそう考えたらそうかもしれんな。の宇宙に点在するサブクエっていうか、主にその敵を撃つっていうシューティングゲームがたくさんあるんで、それを頑張ってやっていきながら時期をどんどん強化していきましょうっていう感じのゲームになってます。以上。さすがにな、その、なんてか、まあ、ハクスラって、なんてか好みがあるよねっていう、感じはするよね。ちょっとうまくフォローがしづらいんですけど、スペースザ・リターン・オブ・ザ・ピクセル・ギャラクシー。あ、じゃピクセル・ギャラクシーというか、ピクセル、フリーズィーか。フリーザーか。なんでこういう名前がついてるのかに関しても、よくはわかんないんですけど、まあ、具体的に言うとそのピクセル・フリーザーっていう伝説の武器が見つかるってだけなんですけど、それがどこにあるのかどうかっていうのを探すっていう感じのゲームですね。多分、一応の目標としてはその辺がある。で、まあ、先ほど紹介しました、ラストホライズンと一緒で、まあ、そういう体で、へんてこな宇宙なり、変わった宇宙なり、その宇宙の景色を楽しんでくださいっていう感じの雰囲気芸になってます。この、まあでも、ハッカースラッシュの楽しさって説明するのすげえ難しいんだよな。自分がハクスラで面白いと思ったんが、アーシェンゲームズのバイオニックデュエスなんですけど、これってどちらかってハックスラッシュも面白いんだけど、その、割と一撃死上等のひどい難易度っていう、そのローグライクっていうか、割とそのハードコアなシリアスな難易度で、さらに、ステージを自分で選んでいくんだけど、その選んでいくステージによって、その時期の、味方パーティーの強化内容が変わるっていう形の、その、計画的に強化をしていくっていうストラテジーの部分、その辺がすごく面白かったなと思うんで、ディアブロなりトーチライトみたいな形のハッカースラッシュをただポンと渡されてさあ遊べって言われても結構難しいんですよね。自分の知ってる人がなんかずっとディアブロをやってるのを見て、やっぱそういう中毒性があるんだろうなっていう。あれは何気に名作ですよね。バイオニクリアスは個人的には名作ですね。ハクスラが面白いんじゃなくて、これ、バイオニックデュースが面白いなって感じになりましたね。で、突き詰めて言うと、そのバイオニックデュースの面白さっていうのは、その、キャラクターパーティーをどうやって強化させていくかっていう、最終目標に向けて、パーティーをどうやって強化させるかっていうゲームであって、で、それをさらに、もうちょっとそのルール的に洗練したのが、先々日、紹介しました、レナウンデッドエクスプローラーかなっていう思ってます。バイオニックデースのユーザーインターフェースがもっとまともになって、ね、さらにゲーム的にもうちょっと
ゲームメカニクスを割とミニマルにしつつシンプルにまとめて、各要素のシナジーを強固に結びつけたんが、レナウンデッドエクスプローラーかなと思う。ただ、バイオニックデースはバイオニックデースで、十分な魅力はあるんですけどね。ステージ中が、各ミッションの、本当にシリアスな難易度といい。もうほとんど、ターンベースのパズルゲーム、ターンベースのタクティカルストラテジーとして楽しめるっていう点もあって、あと単純にやっぱり、キャラクターっていうかメックかな。4体のメックがどんどん強化していく、強化できていくっていうのはやっぱ面白いですし、あと日本語化できてるしね、バイオニックデースは。その辺すごく大きいわ。ああいうストラテジックな方向でその最終目的があって、その最終目的に向けて、うん、ラスト地獄やったけど。そういう最終目標があって、その目標に向けてどん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 パーティーを強化させていくっていう具体的な目標があるんだったらいいんだけど、トーチラとかディアブロでハムってる人たちを見ると、なんていうか、多分そういう人たちだったらこの多分スペース、今紹介しているこのスペース、ザ・リターン・オブ・ピクセル・フリージーは多分ハマると思う。だけど僕は、ハクスラだから面白いでしょっていう感じの部分ではちょっとゲーム設計的に甘いんじゃないかなっていうところはある。じゃあ、装備にレア要素ある？ない。ないっていうか、レア要素っていうか、まずこのゲームを買う人そのものがレアやしさ。レアリティっていう概念はちょっとないですね。ただ、単純にその武器を買うのが3000とか5000とか結構な値するんで、で、その3000とか5000どうやって貯めるのっていうと、ミッションを達成しましょうっていう感じになってる。なんで、まあ、先ほどのラストホライズンにしても電流依頼ラボっていう形式取ってるし、今紹介してるスペース、リターンオブピクセルフリーザーに関しても、そうなんだけど、この見た目のアステロイドっぽい見た目で面白いでしょっていう感じで、この雰囲気を楽しんでくれって感じのゲームなんかなっていうには思ってる。宇宙旅行を楽しんでほしい。で、この宇宙旅行の表現の一つとして、普通のハクスラはそのレア、収集を競うのが大きいかなと思った。まあ、確かに普通のハッカーのスラッシュってやっぱレジェンダリーとかエピックとかそういうレアリティがちゃんと強調されてあって、で、それを、手に入れてやっぱ嬉しいって思うとこありますからね。僕もトーチラはある程度やりました。最後までクリアするほど興味湧かなかったんですけど、まあ、やってる最中確かに面白いなと思った。うん、ただこれだったら僕バイオニクリエースでいいかなっていうのはある。というわけで2本目のゲームはピクセル、2本目のゲームはスペースザ・リターン・オブ・ザ・ピクセル・フリーザーというゲームでした。300円程度で、容量は120MB ぐらいあるんだけど、そのうちの 110MB は、ダイレクテックスです。なんでゲームの容量としては多分1メガないと言い過ぎかもしれないけど、10メガないです。で、今流れてる BGM は基本的には、そのゲームの動きで自動再生じゃなくて自動生成される BGM が流れてます。で、この、二度と同じ曲が流れない、この自動生成の曲を楽しんでくれって感じのゲームらしい。という点で、先ほど紹介したラストホライズンにしてもそうですし、このピクセルフリーザー、スペースザ・リターン・オブ・ザ・ピクセルフリーザー。てか、ザはな、タイトルに二つをつけるなって話でさ。この手のゲームは、どちらかというと雰囲気を楽しんでほしいっていうゲームなんかなと思う。このアステロイドっぽい見た目で、ローグライクやる。ローグライクじゃなくてハクスラやるっていうところに、このスペースザ・リターン・オブ・ザ・ピクセル・フリーザーの価値があるのかなと思います。まあ、興味がありましたらお買い上げのほどよろしくお願いします。じゃあゲームの方終了しますね。